はい、おはようございます。今日はですね、2017年11月の9日、朝の7時36分です。よろしくお願いします。ありがとう。Thank you。はい、ありがとう。ミノムシさん、いきなりありがとう。花火ありがとうね。いつもありがとう、ミノムシさん。お疲れ様でーす。ケーキいいね。あざーす。サンキュー。はい、ワード2。バレにはいらっしゃい。お疲れっす。お、大丈夫？KP、 いや、オープニングでいきなり花火熱いっすね。あざっす。気持ちいいっす。おはよう。ルサルクさん、おはようございます。先ほどありがとうございました。ルサルクさん、もしよかったら俺のこともフォローしてよ。フォローしてんのかな、ちょっとわかんないけど、フォローしてんのかしてないのか。もしよかったらフォローしてください。フォローしてるかな KP。 フォローしてないでこんだけ花火投げてたら笑うわな。 めちゃくちゃだろうっていう。おはよう、みすけ。おはよう。今日もよろしくね。今日はスパーリングですね。スケジュールが、ああ、全然謝んないでください。スパーリングでしょ、フットサルでしょ、でその後龍彦のスパーリングも入ってんだ。龍彦の練習枠がいつだったっけな。スケジュール今回すごいよ。あと鮫島さんのサバゲーもあるんだ。ちょっと確認します、スケジュール。龍彦、あ、大丈夫だね。鮫島さんに連絡入れとこう。シャンパンのツイートるぞ。どうぞ。 シャンパンのツイートるぞは全然わかんないな。多分シャンパンを飲みすぎたのはよくわかった。 シャンパン飲んで大変なことになってるのは伝わったけど、その後のツイートるぞ、のツイートるぞはよくわかんない。ベロンベロンじゃん。 ああ、ぜひぜひ。15万まで？何が15万までなんですか？ 挨拶全然いいよ、鶴子さん。忙しいだろうし。鶴子さんは鮫島さんのリスナーさんなの？違うのかな？なんかサメのマーク、イルカか、これ。イルカのマーク流行ってるよね。これ鮫島リスナーのマークなのかな？おお、コムちゃんはどっち？おはよう。ドレさん許さないのはもう重々伝わってきましたね。 ね。あ、サメリスナーがこのマークつけるんだ。ああ、鮫島さんには本当にお世話になってるんで、よろしくお願いします。ふつつかものですが。鮫島兄さんから今学ばせてもらってます、僕は。配信のいろはと、それからサバゲーを。実はね、サバゲーも大事だけどね、配信とかをね、やっぱ身近で相談できる先輩。ヨータ、ごめんな。大丈夫ですよ、全然。
全然いいっすよ。なんで潜りで見てたの？うん、サメちゃん推しの名だけど違う人もつけたら、あ、そうなんだ。あ、なるほど。ガス抜きのやり方誰か分かる人いる？これののんちゃんちょっと打つよ。これガス抜かないといけないんだよね。うん、ここ押すんだよね多分。え、でも大丈夫？冷たくなパンとか言わない？布巾これは俺がやるよ。どっからガスが出んの？こっから出んの？パンとか言わない？もう結構言うじゃないか。いや押すよ。あ、抜けた。こんな一瞬で抜けんだ。抜けたわ。あったあった、抜けた。 OK か。これでガサって言わなくなったらいいんだよね。あの、言わなくなったね。 OK、うん、くっさ。危ねえな、タバコ吸いっぱなしだった。危ねえ。あ、これ危ねえな。危ねえ、爆発するところだったわ。引火するところだったわ。危ねえ。タバコ吸いながらガス抜いたよ俺。15万少ないから20万円で許して。20万円めちゃめちゃ嬉しいですよ。え、花火投げてくれんすか？ありがたく頂戴します。危ねえな、タバコの火種あるところでガス抜き危ねえな。大爆発を起こすところだった。あ、非火星なんだ、大丈夫なんだ。あ、よかったよかった。配信的には美味しいよね。神回だよね。のんちゃんあと15分でさ、あの、ヤマト運輸に電話できるからさ、電話してよ。あ、俺が電話すればいいか。うん、これさ、抜いてさ、どこにさ、修してもらったの？え？修してもらったの？え、抜いて？うん、あ、あの、壊れた時？うん、これが、その、ここあるでしょ？うん、ここ六角が回る仕組みなのよ。うん、ここ簡単に言うとここだね。ここは回転するの。でこれがジャムっちゃって、ここ分かる？うん、ずれてんの。ここは引っかかって抜けなくなったの。ここにグリスを。シューしてそう。下じゃない。この中身バラして全部。うん、でこれのバラし方が分かんないんだよね。その覚えておかないと、その。なんつうの、自分で直すときに。なんかさ、こういうさ、バネみたいなとかもシューシューやってるしてるよ。あ、なんからしい、そういうのがあるらしい。それ教えてもらいに行こうかな。うん、これをどうやって抜くんだろう。のんちゃんのやつもシューシューやったのやつ、やり方がわかんねえ。あ、できた。これで、ここバラして、上の部分。のんちゃんの今度シューシューやりに来てもらおう。ん、シューシューやりに来て。うん、あれ、やり方わかんない。あれ、どうやってやんだこれ。割れた。こっち軽いんだよ。軽いよ。これも重いし、こっちが重い、鉄で。愛して、いや、俺はリスナーさん愛してますよ。でも俺に愛するのりこがいるからね。あれ、どうやって、どうなってんだこれ。あれ、壊れちゃった。どうしよう。あれ、ん、ん、どうなってんだ。
ん、どうしよう。え、あ、そういうことか。これをここに合わせて、で、あれやべえな、壊れたな、やば。え、どうしよう、ちょっと待って、やば。サメ島兄さんが必要だこれ。あれやっべ、どうしよう。あ、あ、壊れた。どうしよう、わかんねえよ。どういうこと。どうしよう。いや、直すの覚えないと、自分でも。いや、じゃあその越後屋で直してもらったわけじゃないから。あ、どんどんバラバラになってくる。ちょっと待って待って待って。じゃあこれは覚えないといけないのよ、自分で。あー、ちょっと喋りかけないで今。どんどんバラバラになってくから。どうしよう。髪の毛入ってるし、俺の。何これ。どうしよう。あ、これか。これがこうで、これがこうでしょ。どうなってる。やばいんだけど。こうか、これだ、合ってるわ。あー、ちょっと待って、どんどんバラバラになってく。どうしよう。これがこうで、こうでしょ。で、これが、どうしよう、どうしよう。覚えないとな、これ。説明書っていうか、やべえ、バラバラになってく。バラバラなんだけど、どうしよう、マジで。どうなってんだ、これ。すげえ、こまいな。のんちゃん、俺の取説どこかわかる？うん。ダメだ、これ。もうバラバラ。あ、俺電話持ってないですよ。 LINE しかできないです、はい、いや、黙んなくていいですよ。ちょうだい。あ、黙ってっつうのはのんちゃんに言ったのに。ありがとう。録画を見るね、天才だね。なんかね、バラしちゃいけないところまで俺バラしたっぽいね。これがこっち向きでしょ。で、これで合ってる。愛してるよ。Me too。 ただ俺はあののんけだからね。これがこうなのは事実だな。で、問題はこいつだ。問
問題はこいつがどの向きでついてたかだ。こうだ、わかった、こうだ、あ、これがこうで、おそらくこうだ、これだ、これだ、これだ、合ってる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 、これをこうして、でこれをこれをこの状態で、うん、これが分かんねえな、で合ってるんだろうけど、あー治った、こうだ、でこいつを今度は、なるほど、あ結構簡単、あーこういう構造なのね、で今度これをこれをか、これ暴発しねえか。メガホンありがとう。メガホンありがとう。あれ？戻らなかった。痛っ。治ったな。多分大丈夫だな。はよして。多分大丈夫。うん。治った。と思う。うん、大丈夫な。よし。ああ、よかった。のんちゃんありがとう、これ。もう覚えた。大花火ありがとう。レッサクさん、大花火ありがとう。サンキューです。ありがとうございます。あーよかった治って、行ったかと思った、行ったね完全にね。ああ、治ったね、大丈夫だ、大丈夫だ、よかった。でもね、自分でバラし方覚えておかないとね。よかった、うん、大丈夫です、完璧です、パーフェクト。ああよかった、治った。テル同じ数、テルチャンピン、テルチャンピン今日会うよ。
電話テル、あ、何ルサルクさんに電話すればいいの、ルサルクさんに電話すればいいの、さっきの番号に。ルサルクさんに電話すればいいんですか、テルって電話ってこと、え、電話すんの、どういう流れ電話しますね今。 OKOK、 さっきの番号にかければいいの、変な番号じゃないよね、大丈夫だよね、うん、もしもし、もしもし、はい、あ、飯倉豪官です、はい、代表でお下がりして、よろしいですか、あ、はい、お願いします、おのけん様でよろしいですか、え、いや、違います、あ、違う、違う、おのけんさんで、代表をつないで、はい、もしもし、はい、もしもし、はい、あ、ルサル、ルサル、あ、ルサルクと申します、あ、ルサルクさん、どうもどうも、あ、申し訳ございません、はい、早々からご迷惑をおかけしまして、この番号大丈夫なんですか、大丈夫です、大丈夫ですか、酔っ払ってます、ルサルクさんちょっと酔ってるけどねえ、ハーフなんですか、ルサルクさんは、あ、こんなね、はい、酔ってますよ酔ってますよねゲスの極み乙女じゃなくて、なんだっけ、あいつ、あれ、絶対許さないから、どれの深夜食堂、どれ、なんだっけ、どれさん、なんつったっけ、あいつ、あいつ絶対許さないから誰をなんだっけ、ゲスじゃなくてね、ゲスよりひどいよな、どれ、あいつの、どれいや、だから、ゴリだっけ、ゴリ、どれ、ゴリじゃないよ、どれゲスじゃないし、ゴリじゃないし、うん、なんつったっけ、名前忘れたけど、あとね、ルサルクさんね、俺、青学の先輩、どれの深夜食堂、どれ、ああ、どれ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 、あいつ、絶対許さねえから、うん、で、ちょっと一個気になったんですけど、そう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 、うん、なんで知ってんのこの電話番号、明らかに日本の電話じゃなかったんですけど、大丈夫なんですか、ここかけて、どれは許さねえからな。ね、命がけでも、はい、許さん、何があったんですか、なんで怒ってるんですか、いや、ロシア大使館、もう今日先ほど電話してごめんね、先ほどほら、ロシア大使館に電話したら、うん、休暇いただいたんで、はい、それでいいって、今日来なくていいって、ちょっと待ってください、言われたんで、この電話番号ってロシア大使館の電話番号ですか、そうそうそう、いくらとかね何やってんすか、ロシア大使館で今何やってるって、まあ、酔っ払って仕事になってないじゃないですか、大丈夫なんですか、いや、休暇はいただいてるので、あ、なるほど、大丈夫よ、大使館の中でバカンスしてるのあ、そうなんですね。ダメですよ。番号さらすといたずら電話かかってくるんで。いや、だって、はい、大使交換だから、マミアナ坂の、下りの、あそこでしょ、はい、さっき連絡したから大丈夫だ。あ、大丈夫なんですね。の、はい、あなたをね、はい、見守りたくて、はい、うんね。ありがとう。ごめんね。ありがとうございます。嬉しいです。ね、はい。
今後ともよろしくお願いしますね、サルクさん。もう、とりあえず、あの、はい、彼、なんつったっけ、あの、どれか。どれですか？ どれを、とっちめなきゃ、はい、あの、腹が立つ、あ、腹立つのりだよ。腹立つのり？うるさいって、あの、どれをなんとかしなきゃ、俺はね、はい、はぁ、なんで俺は命かけて、ね、はい、やってるから。はい。ああ、なんかあったんですね。どこが嫌いになったんですか？いきなりバーンされたって。そうですよね。ふざけんなよって、どれ、あの、調子こいて、あいつ。そうですよね。もう言いたいこと言っていいですよ、ね、全然。ああ、の、調子乗れだって、あいつ、バカ。そうですよね、怒りますよね。何突然のバンって、いや、理解できないんですけど。そうですよね。あのあこれ、うん、法律的にこれどうしたらいいの？法律的にはどうにもできないですよ。すごい頭きてんだけど。はい。いや、まあ怒ってるのはもうわかりますよ。はい、だからあの、はい、どれは起きてんの今？どれ起きてますよ、どれさん。いや、ダメだ、ダメ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 だ。僕は、はい、あの、ダメ、ダメだ。あの、これから赤羽橋まで行くから。はいはい、あ、赤羽橋に行くんすか？起きておいて、それか。はい。はい、なあ、ダメだよ。俺、あの、突入するから。どれさんに？命かけて。どれさんに会いに行くんすか？今から。今から宅送で。嘘マジで言ってんすか？なめんじゃねえよ、どれ。まあ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 。お前、まあ、あ、ルサクさん、お前なあの、どれ、放送の。どれ聞いてんのか。どれ、全然聞いてないし。こうやってさ、はい、だって、あの、俺の先輩だぜ、あの、青学の。青山学院大学。なのに、こんな、何、あしらい方あるの？そうですよね。うん、後輩として。うん、ダメ。ダメ。あの、こ、あ、はい。はい。あ、ルサルクさん、あの、音を、あの、はい、放送の音を小さくしてもらうことってできます？はい、ちょっと落ち着きました。何、ピーピーって。放送の音を切ってもらってもいいですか？はい、はい。あ、OK です。これで通話が聞き取れるので。はい。iPhone とかパソコンの音の方、ボリュームを切っていただいて、この会話だけの音で。あ、こっちが切れちゃったよ。もしもし、ルサルクさん、こっちが切れちゃいましたよ。もしもし、ルサルクさん？ルサルクさん、通話の音量切ってるから。ピーっつってめちゃくちゃ酔っ払ってるな。ルサルクさん聞こえてないっすよ。もしもし、ルサルクさん、大使館、あ、通話切れちゃったよ。なんかね、見知らぬ番号、あのちょうど184が入ってたからあれなんだけど、明らかに日本の電話番号じゃなかったのよ。で、ここにかけろって言ったから大丈夫かなと思ったんだけど、かけてみたら、ロシア大使館だったんだよ。で、なんとかさんですか？なんとかさんですか？って言ってたでしょ？受付のロシア人の人が。だから多分ね、あの、位高いと思う。OK って。あ、お疲れ様です、レサルクさん。あの、本当にロシア大使館に勤めてる人だった。この電話番号だってさ、多分大使館の番号でしょ？だから晒してちょうど嫌よになってたから NG ワードになってたけど、危ないよ。あ、違う、わかった。あ、違うわ多分。でもね、この番号は晒したらダメだよ。ただドルさんに本気で切れてたね、ルサルクさんは。ちょっと面白かったね。いや、面白かったね。不可視じゃなかったの。本当にハーフの人で、あの、多分ロシアと日本のハーフの方なんでしょうね。うん。いや、面白かったな。ドレさんに激おこだった。
会社の役員って言ってたもんね。謎が多いわ本当に。いやすごい展開だったね。ルサルクさん激おこ命がけで突するっていう謎のメッセージを。だからあれだよ、誰から構わずブロック入れるのはダメなんだって。ダメよ、楽しみにしてる人がいるんだから放送を。あいつは許さんあいつは許さんだけどタイピングが上手くなってるからあいつは許さんって笑うわ、うん、いやルサルクさん本当に外国の人だったね。まだ怒ってる、まだ怒りは収まらないシャンパン飲んでたんだって今日は。面白いなぁ、笑うわ。配信会って何があるか分かんないね本当に。おい電話かけて、え別の番号っすか、ここにかけるんすか今度は俺がかけるんすか。あ、花火ありがとう。今度ここにかければいいんですか、別の番号なんだけど。ここにかければいいのかな、ちょっと待って、もう展開が分かんないんだけど俺。このさ、08から始まる番号ってさ、日本じゃないでしょこれ。84か。ここにかけますよ。え、電話切れたんだけど。電話切れましたよ。電話切られました。おはようございます、プーさん。え、電話切れたよ。ん？どうすればいいんだろう。もう一回かければいいのかな。もう一回かければいいですか？状況がわかんないんだけど。俺、08ってよくわかんない。84って番号って日本ってあんの？日本じゃないでしょこれ。おい、え、今かけたよ俺。え、今度これにかけんの。だから あんまりさらさない方がいいっすよルサルクさん。あの板電かかってきますよ。別の番号、え、これにかければいいの。え、ちょっと待って、これにかければいいの。え、ちょっと待って待って待って、どの番号かわかんない、どの番号かわかんない、ちょっと待って。なんかいっぱいあるぞ。これにかければいいの？え、切られちゃうんだけど、繋がらないよ。繋がらない。繋がらないよルサルクさん。切れちゃう。さっきの番号大丈夫だったけど、ん？これ繋がらないっすよ。あ、それっすね。オッケーっす。ちょっと待ってください。もう一回かける。どういう状況なのこれ。繋がるかな。あ、これは繋がる？あ、繋がった。はい、あの、はい、飯倉根幹代表で、はい、小野圭様ですか？はい、お願いします。え、お名前よろしければ。あ、和道です。
ああ、はいはい、代表で。お願いします。お繋ぎしますね。よろしくお願いします。申し訳ございません。とんでもないです。お忙しいところ。代表。代表って会社の役員だな、これ。そうですね。あの、はい、小野県、県で、はい、2本目は小野県で、あの、繋いでいただければ。わかりました。幸いです、はい。はい。ありがとうございます。はい。はい、失礼しました。はい。はいはい、ちょっと本名バレてんじゃん、大丈夫？うるさる。ルサル、あの、ふ、はい、ふわっち経由でかけてます。そうです。ふわっちです。はい、OK ですか？あの、ルサルクさんにお願いをされてるんですけど。ああ、そうです、はい。あの、私、ルサクルと申しまして。あ、ルサルクさんですか？いるとご迷惑をおかけして申し訳ございません。あ、いい、大丈夫です。失礼いたします。はい。はい。あ、え？いや、つながりました？つながってないかな。つながってないですね。ああ、どうしたらいいんだろう。あの、これ、あの、外務省経由でつないだらいいのかな。外務省経由ですか？どうすればいいですかね。僕、あの、電話かけてきてくれって言われてるんですけど、小野さん。ああ、はい、申し訳ございません。はい、あの、彼、はい、見てるんだけど、あの、はい、シュマジロー、シュマジロー？ガドー、ワドーかな？ワドーです、そうです。日本語名でワドーって方、いらっしゃいます？僕です。ああ、そうですか。はい、あ、すみません、あの、はい、あのおつなぎいただいて幸いでございます。はい、和道様で、和道、僕です。はい、和道です。つないでいただいて幸いです。はい、あの、和道様よろしくて。はい、僕です。よろしいです。わかりました、つながりました。申し訳ございません。はい。ね、あの、早朝からこんなね。はい。いろいろとご迷惑をおかけして幸いです。はい、大丈夫です。つながりました。あ、はい、申し訳ございません。そんなとんでもないです。ね、ルサルクさんですか？ちょっと休みましたんで、申し訳ございません。はい、飯倉坂下で、はい、よろしくお願いします。はい、いつも応援させていただいておりますので。 ありがとうございます。はい、酔っ払ってます？ルサルクさんですよね。からっていうか、はい、赤羽橋そばなんですけど。はい、バレちゃうね。そうです、そうです、はい、ルサルクです。ルサルクさんですよね。あ、よかったよかった。だって放送の声が後ろで回ってるから、絶対ルサルクさんでしょと思って。ハウリングしちゃうのか。そう、ハウリングしちゃうから。うん、大丈夫かな、これ。あのね、はい、え、放送の声を切るんですよ。あ、で、電話はつないだまま。オッケー。いや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 。テペタタタ虫。なんていう、フランス語じゃなくて。フランス語？ロシア語で言った方がいいのか。ロシア語あ、じゃあロシア語でお願いします。ごめんなさいね、皆さんね、リスナーの皆様、あの、迷惑かけて申し訳ございません。でもね、うん、日本語名、小野健じゃないですか。日本語名で、あ、よろしいですか。日本語で、はい、小野と申します、ね。あ、小野さんなんだ。あの、本名をネットでバレるのあんまり良くないですよ。はいはい、そうです。あの、日本国籍は、あの、小野と申します、ね。あ、小野さんなんですね。あ、なるほど、はい。そうなんですね。ロシア名だと、ルサルクさんで合ってるんですか？
いやロシもうさそうね、よくお分かりで。いやいや ルサルクってだってコテハンじゃないですか。はい、え、放送はもうよく見るんですか、日本の。ちょっと待ってね、あの今あのロシア語のページが届いてんで、これがなんていうの、うん、ディスパロッチじゃなくて、なんていうこれ、うん、読みがちょっと甘いので、うん、あ、すいません、状況が全然わかんない、ね、すいません、あ、日本語で OK です、大丈夫です、日本語で OK ですか。あ、ロシア語も喋れるんですか、ルサルクさんは。そうですね、ロシア語とあのエストニア語とあのフィンランド語ですかね。す4カ国語も喋れるの、日本語ですか。はい、あーすごい。え、ロシア語で、ロシア語も喋れます。ロシア語でこんにちはってなんて言うんですか。モイモイ、モイモイってね、モイモイモイ、ふざけたネーミングだけど、モイ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 フィニッシュで、よろしくお願いします。ロシア語で、あ、グラスビーチャル、グラスビーチャル、グラスビーチャル。難しい発音、グラスグラウス。グラウス。カクーティーバ。よろしくお願いします。カクティーバ。カクティーバ。うん。うん、ロシア大嫌いだから、あの、ね、敵国だから、うん、あのね、あの。いや、別に僕はロシア大嫌いじゃないですよ、全然。ああ、いや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 、はい、いや、本音で喋っていただいて。おいや、別に本気でロシア嫌いじゃないですよ、その70年前の戦争引きずってないですよ、僕は。全然嫌いじゃないですよ。日本が、ほら、統合元帥が、はい、あの、頑張ってくださったおかげで、あの、全く、はい、そうそうそう、はい、70年前、うるさいね、お前ら。あの、はい、だからすごい尊敬されてますよ。ロシアでですか？あの、日本に対する、はい、あの、なんていう、はい、尊敬、尊敬っていう、エキスペル、なんで、リスペクト、英語でなんていう、リスペクト。エキスペル、エキスプローラーじゃないし、うん、あのすごく、ね、あのロシアをやっつけたってすごいもう尊敬集めてて、へえ、統合元帥、そうですね、へえ、そうなんだ。あの向こうに行くとすごい、はい、あの受けてますから、日本人が、あの、はあ、ね、日本は、はい、たもんじゃないですから、へ、ね、あのこのなんか、はい、メディアが今、はい、あのうるさいんですけど、あの日本は捨てたもんじゃないですから、へ、あのやっぱり、はい、エクスペリエンスじゃなくて、あのエクスペリエンス、尊敬する、尊敬するってなんて、うん、英語でなんて言ったっけ、リスペクト、エクスモン、そう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 、うん、そう、今厄介なのが言ったね。うん、そうね、これそう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 、エクスペリそう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 ね、うん、じゃあ単語からちょっと辞書引いてよ、ごめん、うん、取ったわ。もう日本は青学出てるってことは長いんですか、日本に。いやいや、青学入ってもうとぼけちゃって、うん、どうしようと思って、はい、この電話番号、今、あれですよね、日本にいるんですよね。この電話で、いいですよ。この電話、ロシアにかかってないですよね、大丈夫ですよね。
かかってね、休ませていただいたんだよ、今日、大使館。え、何、じゃこれ大使館の番号なんですか？ほら、ロシア大使館、うざいから、何やってんすか、大使館で。大丈夫です。ロシア大使館申し訳ないです。いや、全然いいんですけど。おいしいところ。はい。そう、日本。ご迷惑おかけしなければ。はい。あ、やっぱ大使館って電話番号特殊なんですね。まあ厄介だけどね。でもまあまあね、ロシアはほらいい加減だからさ、ここだけの話し。ロシアっていい加減なんですか？なんか、はい、ガイアが、はい、ほら何？ロシアがどうこう言ってるから、大処のしようがないか。ごめんなさいね。もう全然いいですよ、全然いいですよ。これからよろしくお願いします。あ、今後ともよろしくお願いします、ルサルクさん。いえ、申し訳ないです。とんでもないです。ありがとうございます。早朝からこんなね、はい、ね。はい、電話をかけ次第申し訳ないです。いいですよ、いいですよ。後で、はい、ツイートしていただければ幸いでありますが。ツイート、DM 送ればいいですか？ダイレクトメール。あ、そうですか。あ、申し訳ございません。はい、外野が、ちょっと、なんか、うん、いや、言ってるから。頭きた。どうすればいいんだろう。本格的にね、議論したいので、はい、僕とですか。なんていうかな、ラスコールニコフとか、はい、そのね、ロシア文学に関してもいろいろロシア文学話したいので。ていうか、僕ルサルクさんのツイッターわかんないんですけど、どうしたらいいですか。そうですか。私は。ですね、ちょっと待ってくださいね。僕のツイッター、なんだこの展開。いや、はい、ダイヤがうるさいので、ちょっと消しますね、はい、これ、はい、どうやって消したらいいんだろう。ガイアってなんだろう。ツイッターでよろしいですか。ツイッター、はい、DM 送ればいいんですか。OK です。OK ですか。ツイッター、ツイッターで、ダイレクトメッセージ。はい、ペン、ヘルシン、あ、OK です。iPhone、タパニ。あ、今、DM 送りました。多分、出ました。今送りました。ツイッターで、ムービー、ムービー高光。高光さんからの、メッセージが届きました。これ僕ですね。これでよろしいんですか。そうです。これ僕です。あ、申し訳ございません。早朝からお忙しいところ、はい、これからよろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。すいませんね、はい、まあお忙しいところ。いや、全然忙しくないんで大丈夫です。落ち着いた時に、そうですね、話しましょうね。そうですね、お酒が抜けた時にまた電話しましょう。分かってらっしゃって、はい、はい、すみません。はい、ありがとうございます。じゃあ、今夜あたり、ね、今夜あたりですね。よろしくお願いします。了解です。じゃあ、すみません。はい、お疲れ様です。頑張ってください。寒いですがね。はい、はい、頑張ります。ありがとうございます、レサルクさん。いや、申し訳ございません。こちらほど、なんか、いろいろご迷惑をおかけしました。いえいえ。失礼いたします。はい。失礼します。ね、内容が一切分かんなかったけど、なんで俺はロシア大使館に電話してたんだろう。何者なの、レサルクさんは。大丈夫これ。あ、ほんと。ロシア自由だね。っていうかこれ多分大使館で働いてる人でしょ。なんかよく分かんなかったな。俺が唯一掴んだ情報はルサルクさんはベロンベロンに酔っ払ってるっていう。
ヌサルクさんはとにかく酒に飲まれてたっていうのが分かった。謎だ。あ、そうだな、電話しないと。ヤマト運輸ちょっと面白かった。ロシア大使館から配信できないかな。ルサルクさんのコネクションでロシア大使館から配信回したら結構なんかねえ。俺がもしかしたらロシア外交のカードになるかもしれないよ。ねえ、ねえ、でも東郷元帥がリスペクトされてるってすごいね。なんか日本人としてはなんかそうなんだっていう。まあ、日本強かったからな、戦争な。昔は。放送見れてる？大丈夫？見えてます。あ、いや。ドレさんの、ドレさんは今、ロシアを敵に回してるんだよ。間違いなく。配送中ってなってるな。今、配送中だって。電話しなくていいかな？まだ途中なんで。あ、もう配送しちゃってるね。ロシア文学、罪と罰とか。はあ、フワッチもグローバル。まあでもハーフの方だからね。配信会初ロシア大使館配信。いや面白いでしょ、そういうのね。えやっぱりグローバルコミュニケーションでいかないといけないから。ドエトフスキー、ドエトエフスキー、ドストエフスキー、謎だったよね。なんだかわかんないけどドレさんにブチギレてた。大丈夫かな、後で怒られるんじゃないの。ツルゲーネフ派、あ、頭クラクラすんな。日本代表が俺って結構やばいよ。結構やばいよ。さて、ミサイルは来ない。俺があのプーチン大統領リスペクトをやっぱり柴犬をね消せられる。何を。乾燥してきたかな、マスク。いい感じになってきたかな。え？そんなすぐは無理。早く完成しないかな、こいつ。楽しみなんだけど。それひび割れがすごいな。あー結構ひび割れてんな。あーでも木のいい匂いがする。すげえすげえ木のいい匂い。いい出来だろ。カラシニコフのイメージなんだやっぱ。
ていうかさ、マジニコ生マジで謎なんだけどさ、そう、愚痴ってもいいっすか、ニコ生のことで。クリエイティブコモンズって、あの有料コンテンツが取れるようになったんだけど、あ、ちょっと俺は物申したいよ。あのさ、今まではそうじゃなかったのにさ、300円から3081円の幅ってどんだけだよ全然違うじゃん。あなたの一枠1日目って書いてあるんだけど、347円から3801円ってさ、10倍差が出るの。300円と3000円は全然違うじゃん。なんでこんな予想スコアになるのかさ、運営しっかりしろよ。なんか先月は、10月は倍ぐらいの開きだったのね。1500円から3000円ぐらいもらえますよってなってたんだけど、300円と3000円って全然違うかんなっていう。なんでこんなことになるの。それやる気なくなるでしょ。勘弁してくれよっていう。300円3000円だぜ。おかしいだろ、どうなってんだよ。アバウトすぎるでしょ、いくらなんでも。こんなん、その生活できねえよ、こんなアバウトな数字は。一枠300円だったらやらねえわってなるでしょ。案の定もうニコ生に帰った人帰ってきてるもんね。いつニコ生で放送するんですか。いやだから気が向いたらやってるけど、こんなんじゃ仕事になんないからやる気起こんないよね。3000円だったらまあ小遣いになるかと思って頑張れるけど、300円だったらね、いくらやっても意味ないかんね。うん、ニコ生たまにやってるよ。ちょっとよくわかんない状況だ。アバウトすぎてついてけねえわ。
腹減ってきたな。お腹空かないのんちゃん。なんか小腹が空くんだよね最近。細かく食べる感じだよね。そうそう、ちょっとパク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 ずっと食べちゃう感じ。ニコ生今メンテナンス中なのか。メンテ終わったのかな、ニコ生で全然人来ないよ俺。ああありがとうねプーさん、ありがとう。おはよう佐藤で英和さん、佐藤さんいらっしゃいおはようございます。今日もよろしくお願いします。中になんかニキビできてんな。てえな。今日大丈夫かなスパーリング。ジャムいらっしゃい。おはようグレープさん、雨なめよ、低血糖起こしてる。おはよう
お、キューピーさんいらっしゃい。おはようございます。楽しんでいってください。おはよう。名前間違えた。わばさんになってる。和道ね。のんちゃんでね、まだ手術だね。まだあのワイヤーが手の中に入ってて、今度ワイヤー抜く手術だね。こっから切ったんピッて、まだワイヤーで固定されてるよ。まだ治ってない。だから握り込めないね。こんなんなってる。まだ痛いって。結構長いね。時間かかってるね、のんちゃんね、直すの。まあしょうがないでしょ。再生するまで、ね。届かないな。何時頃来んだろう。今配達中ってなってるけど。鳥かごと、あとサバイバルゲームに使うプロテクター買ったの。本当はサバゲー用じゃないんだけど、コスプレ。2つ商品が届くんだよね。電話してみようかな。電話してみようか。そう、新しい鳥さんの電話で聞いてみるわ。今
はようございます。山本です。あ、もしもし、配達で何時頃になるかなと思って、はい、集荷で問い合わせたんですけれども。はい、ご住所の名前すみません。始末高光で日新宿5丁目です。はい、5丁目の島津様、ご住所どちらですか？はい、5-19-7 のプリンセスガーデン101です。はい。はい、何時頃まで反対にいらっしゃいます？あ、早い時間います。だいたい何時ぐらいになりそうか。午前中でよろしいですか、じゃあ。はい。午前中でよろしいですか？大丈夫です。はい、じゃあ午前中11時くらいまでに行けると思います。あ、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。失礼します。はーい。11時ぐらいだって、のんちゃん。もしもし、のんちゃん。はい。11時ぐらいに来るって。うん？荷物。はい。うん。私も最高で10羽飼ってた。すごいね。10羽飼ってたんだ。かわいいよね、鳥は。うん。10羽か、すげえな。もう、かわいくてかわいくてしょうがないでしょ。鳥はかわいいよね。何なんだろう、鳥のかわいいのは。庭に飛んで逃げちゃったの。多分ね、釈迦は逃げないと思うな。部屋が大好きだから。そんな飛ばないし。俺から離れたがらないから、多分ね、外に話しても戻ってくるとは思うけど、逃げちゃったんだ。やっぱ空に羽ばたきたくなるのかな。集荷に来るの、いや、うん、いや、集荷じゃないか。俺が間違えたわ。うん、集荷じゃねえわ、配達だわ。俺が今まず仕事してた時のことをワードが出てきちゃって、逃げてきた鳥を飼ってたの？へぇー。なるほど。なるほど、なるほど。おー。へぇー。誰かに飼われてた鳥ってことか。文鳥は遊んでたら肩に止まってきたのを捕まえた。あ、じゃあ誰かが飼ってたの話しちゃったんだね、多分。人に飼われてたんだよ。ないと人間に止まないもんね。いい出会いだったね。うん、人に慣れてるかどうかすぐ分かるもんね。絶対野生の鳥止まんないもんね。あ、大丈夫大丈夫、住所分かってるから、届けるって言ってたから大丈夫大丈夫。ベビーだの、俺が間違えただけよ。確かに俺集荷って言ってたわ。間違えちゃうよね。オウムは太郎ちゃんって呼んでたから、飼い主が太郎ちゃんと判明。あー、すごいね、すごいね。太郎ちゃん太郎ちゃんって、逃げちゃったんだろうね多分。うん、かわいそうに。それか、まあ飼い主が話してたからね、話しちゃったか、買えなくなって。
ゲームやろうかな。ゴエモン3やろうかな。この前全然クリアできなかった面があるんだよ。ちょ、ゲームやろうかな。ゴエモン3やってもいい？ステージクリアできなかったステージがあって悔しいんだよね。ゴエモン3やろうか。なんでクリアできなかったんだろう前回。何回やっても難しいステージがあってめちゃめちゃハードル高かったんだよね。ゲーム配信やだ。暇じゃん。だってもう何時間も話してるからさ、頭がもう回んないんだよね。ゲーム配信や。レトロレトロスーパーファミコン。話したいの俺と。もう今日はね頭いっぱいなの。でもゲームしながら話せるよ全然。ちょゲームやらして。よいしょ。じゃあ一回枠取り直します。お疲れ様です。ゲーム配信に切り替えます。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。